シュチェパヌフの聖、スタニスラウスは、クラクフ司教。カトリック教会の聖人、殉教者。ラテン語読みでは、スタニスラウス。ポーランド語読みでは、スタニスワフとなる。ポーランドをボレスワフに世によって殺害された。祝日は4月11日、または5月7日。ポーランド及び、クラックフの守護聖人。現在のマオポルスカ県、シュチェパヌフで生まれ。 当時首都であったグニエズノの聖堂付属神学校で学んだ。1072年にクラクフ司教となる。彼はただの司教であるだけでなく、ローマ教皇アレクサンデル2世の忠実な部下であった。彼は教皇庁の助言者となり、ポーランドの政治にいくらかの影響を及ぼした。彼は教皇施設をポーランドへ招き、グニエズノ首都司教座の再設置に貢献した。 1076年には、グニエズの聖堂で、ボレスワフ2世の戴冠式を司った。スタニスラウスは、ポーランドのキリスト教家の助けとなるよう、ベネディクト会派修道院をポーランドに設置するよう、王に働きかけた。しかし、土地をめぐる争いから、スタニスラウスとボレスワフは対立することになった。スタニスラウスは、王を破門した。王を破門することは、盤石でない王座をめぐり、 王の敵を優位にするに他ならなかった。ボレスワフは自身を殺そうとしたという反逆の罪で死教を告発した。ボレスワフは裁判なしで死教を処刑しようと部下を送った。ところが恐れをなした部下たちは死教に触れることができなかった。そのため王は自身が死刑執行人になることにした。王はクラクフ城壁外の小さな岩でミサをあげていたスタニスラウスを捕らえ、 殺害した。そしてその遺体をバラバラにさせて、教会の外の水たまりに投げ込んだ。言い伝えによれば、奇跡が起こり、その水たまりの周りを4羽のわしが守っていたという。スタニスラウスの商店日は、不確かで、1079年の4月11日か5月7日とされている。ボレスワフの非道がきっかけとなり、彼は国を追われ、ハンガリーへ亡命した。光景となったのは、 ボレスワフの実定ブワディスワフ一世ヘルマンであった。スタニスラウス自身が反逆者なのか英雄なのかはポーランド史の解けない謎である。この事件の約90年後に起きたイングランド王ヘンリー二世によるトマス・ベケット殺害事件にも似ている。聖スタニスラウスの筆スタニスラウスの死後、彼を殉教者とする崇拝が足ばた叩く間に広まった。千八十八年には彼の遺体が クラックフのバベル大聖堂へ移された。1253年9月17日、スタニスラウスは、圧死時において、教皇インノケンテウス4世によって劣勢された。教皇クレメンス8世は、スタニスラウスの祝日を5月7日とした。1969年、スタニスラウスの正確な没日に近いとして、教皇庁は祝日を4月11日とした。 ポーランドでは5月8日をスタニスラウスの祝日としている。スタニスラウスの聖遺物を祀るバベル聖堂はほとんどのポーランド王が退官する国内第一の聖堂となった。ブワディスワフ1世から歴代の王は聖堂中央に置かれた聖スタニスラウスのサルコファガスの前に膝をついて王冠を受けるのである。17世紀当時の王ブワディスワフ4世バーサは 聖スタニスラウスの繊維物を覆う銀製の棺を作らせた。大洪水時代にスウェーデン軍によって銀製棺は破壊されるが1670年頃に新しいものに取り替えられた。毎年5月8日、クラクフ市教が先導する礼拝行進が行われる。バベル聖堂から聖スタニスラウスの殉教した場所であるスカウカへ向かう。この礼拝行進はかつては 地元の行事で20世紀になってからグニエズの及びワルシャワスーキ教ステファン・ビジンスキ、後に教皇ヨハネ・パウロ2世となったクラックフ大司教カロル・ボイティワラによって大衆に普及した。ありがとうございます。